ちらはネクスコ東日本です。午前9時50分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに東京方面へ走行中の方にお知らせします。この先の25キロポスト付近の雨の川インターで乗用車が故障して止まっています。続いて湾岸線西行きの情報です。辰巳ジャンクションを先頭に新木場まで2キロほど交通集中のため渋滞しています。引き続き木更津方面へ